お世話になります、ひとりでございます。かなり前の動画で穴を掘るをした後に穴にいる状態で技を忘れさせたらどうなるかを検証したのですが、穴を掘るが普通に発動するという結果に終わりました。それではダブルバトルで何か技を選択し、シンプルにその技をレベルアップで覚える技で忘れさせたらどうなるのでしょうか。穴を掘るは攻撃体制に入っていて、発動するのは理屈的にはおかしいとまでは言えませんが、忘れてしまった普通の技が発動したらおかしいので何も発動しないのでしょうか。それとも選択した技がなくなるので悪あがきが発動したりするのでしょうか。気になりますよね、という趣旨のコメントを視聴者さんからいただき、私は気になりすぎてトランプ元大統領とランプの明かりの下でトランプがスランプのためできなくなりました。多くの方も同じくトランプできていないと思いますので、今回はダブルバトルで選択した技をレベルアップし覚える技で忘れさせたらどうなるのか検証していきたいと思います。はい、じゃあ前の動画とね一緒のとこでやりたいと思います。まずね、使うポケモンについてはこちらのヨーギラスですね。このヨーギラスにつきましては今レベル17でございまして、レベル18でジダンダという技をね覚えます。ですのでこれで、選択した技をね忘れさせていきたいなと思います。で次のレベルまであと141なので、もうすぐレベルアップするっていう感じですね。であと1体はまあ別に何でもいいんですが、ポケモン適当に用意しましたんでやっていきましょう。もう今回はすぐ終わりますね。はい、ここで対戦していきますよ。レッツラゴー。はい、びっくりマークついてジムチャレンジャーに突撃インタビュー。こんな夜に、お疲れね。働き改革こいつの会社ではないんだろうね多分。まあそんなことは置いといていきましょう。そういうのは、こいつらフリーでやってるかもしれないからね、働き方改革とかと関係ないかもしれませんから、そこのとこはまあ突っ込まないでおきましょう。はい、そういうザレ事は置いときまして、単純にですね、初めに無双ラオス、つまりウーラオスで攻撃して倒してレベルアップすればもう普通にね、ちゃんと条件整いますので、こいつはギアルに攻撃と。でヨーギラスの方は、ここで必ずね、技を選択しないといけないわけなんですが、別に何だっていいんですが、一応疾病返しにしよっか。まあ別に何だっていいんだけど、まあエリキテルの方にやっていきましょう。これだから疾病返しを忘れさせなきゃいけないってことですね。はい、これいきますよ。ドレパン、はい、ドレパン行った、はい、倒してくれた、ありがとう、はい、経験値もらっていく。はい、ヨーギラスちゃんとレベル18に上がった。ここではいはいはい、ジダンダを覚えたいということでね、やっていきますよ。はい、ここで忘れさせるのが、さっき選択したしっぺ返しですね。これ忘れさせたら当然ですけど、しっぺ返しは覚えていないわけですからね。まあ使えないっていうのが妥当なんですけど、どうなんでしょうかね。忘れさせますよ。はい、ここで12のポカンで、ちゃんとここでしっぺ返し綺麗に忘れちゃいましたからね、使えるはずはないですよ絶対。ジダンダ覚えたからね、どうなんだろう。はい、ここで電気ショックやられていくが、はい大丈夫。はい、どうなる？ここでしっぺ返し使えんの？え？使えんの？待って、これはやばいでしょ。待って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 、完全に忘れた技使ったってことだね。じゃあこれ穴を掘るとか他のね、そういう段階系の技だけかと思ったけど、普通の技でもちゃんと残るんだねこれ。すごいわこれ。だから私別の動画で激輪中に激輪を忘れさせるっていうこともやったんですけど、でもこの結果初めからしてたら激輪忘れさせても激輪使えるってのは普通のことですね。ですから冒頭でも挙げた穴を掘るについても当然使えなきゃいけないっていうことなんですね。うわ、なるほどね。いや、この結果やばすぎでしょ。じゃあこれヨーギラスの方の技ちょっと見てみましょうか。本当にあるか。はい、この無双ラオスは当然そのままでしょ。でそれでヨーギラスの方の技見てみると、あ、ちゃんとあれですね、ちゃんとしっぺ返しやっぱり忘れてますよ。ジダンダに変わってますから、しっぺ返し完全に忘れた状態なのにやっぱ使えるってことなんだ。やっべえな。でも一応理屈的にどうなってんだろう。だからよくサトシが「いけピカチュウ10万ボルト!」って言った瞬間がこの戦うで、なんか技を選択する瞬間で、その声をかけた段階でもう10万ボルトの行動は始まってるから、その行動中に忘れさせてもその行動が続くっていうことなんですかね。いや、今回のは穴を掘るとか激輪とかよりもずっとやばい結果になったんじゃね。ということで検証結果、ダブルバトルで選択した技をレベルアップし覚える技で忘れさせたら覚えていない技を使えるでした。これはちょっと衝撃的な結果でした。というのも動画のコメントに書いてくださった方は答えというか予想というかそういうのも書いてくださっていて、新しく覚えさせた技をそのまま使えるみたいなことをもうすでに書いてて、まあそこは答えっぽくなると思いますから、この動画ではちょっとモザイク最初はかけさせていただきましたけど、それがもうそうなんだろうなと思ってやったら違いましたからね。まあその人を責める気は一切ないですけど、むしろ私興奮したんで良かったですけど、でも実際これってかなり一番おかしな結果ですよね。先ほども言いましたが、やっぱり
り穴を掘るとか激輪ってのは技の途中みたいな感じで忘れさせるから、別にそのまま技扱えるってのは全然理屈的におかしくないですけど、これは完全に忘れて覚えていない技を使えるわけですから、皆さんはどういう理屈が妥当だと思うでしょうか。公式の見解も知りたいところですね。もしかしたら技を忘れさせた後にすぐ教え技の人が来て、忘れさせた技を思い出して攻撃した後に新しく覚えさせた技で更新してという早技が行われていたのかもしれませんね。信じるか信じないかはあなた次第です。